大ちゃんこさん、ありがとう。ラララララジコだ、ラララララジコだ、ラララララジオだよ。大ちゃんラジオ FM 博多。どうもこんにちは、大ちゃんぐです。さあ今回第7回目の放送になります。大ちゃんぐラジオ FM 博多ということでやっていきたいんですけども、今回はね、題名にもある通り、綾子先生一家とのコラボ、だんだん心惹かれていくのコラボを終えてということで、ちょっとラジオをねさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。いつもはね、僕はゆずさんの曲を中心にハーモニカの動画を投稿したり弾き語りの動画を投稿しておりますので、今回ねそのハーモニカとか音楽の動画を楽しみにされている方はこのラジオなんぞと思う方もいらっしゃるかと思うんですけども、その方はね、次回の音楽の動画だったりハーモニカの動画を楽しみにしていてください。お願いします。ということでね、動画の冒頭にもあったと思うんですけども、ちっちゃい男の子がね、大ちゃんさんありがとうと言ってくださいました。ありがとうございます。この方がですね、綾子先生のね息子さんということで、大輝くんなんですけどもね、大輝くん見てますか、見てますか、大ちゃんです。ということで、大ちゃんって誰ぞと大輝くんなるかもしれませんけど、動画を見てもらったと思うんですけども、僕がね大ちゃん、そして、大輝くんがちび大ちゃんということで、ダブル大ちゃんということで今回ねコラボさせていただきました。大輝くん本当にありがとう。そしてね、綾子さんをはじめとして旦那さんもいつも本当にありがとうございます。今回はですね3回目のコラボになるんですよ。今回だんだん心惹かれていくが3回目のコラボになりまして、1回目のコラボはですね、どんな時も牧原のりゆくさんのどんな時もをやらせていただきまして、2回目のコラボはですね、君が好きだと叫びたいというスラムダンクのねオープニング、初代オープニングかなのテーマを歌わせていただいたんですけども、そういう感じで今回3回目でね、だんだん心惹かれていくを歌わせていただいたんですけども、前提というか、もう初めに申し上げたんですけど、当たり前になってて怖いんですけど、このね、僕はね綾子先生一家と会ったことがないんですよ、実際にね。なんならこう実の声で話したこともないですし、どういう方なのかなっていうのも分からなかったんですけども、こういうねインスタを投稿とか拝見したり、いろんな方とコラボしておられるのを拝見しまして、もうなんていうんですか、人柄がね伝わってきたので、もう人柄も含め、そして音楽のね演奏力も含め、もうちょっとご唱和願いたいなということで、こちらからね声をかけさせてやれたんですけども、もうね想像通りでしたね。人柄もいいというか、もう家族柄もいいですね。もう皆さん全面的に協力していただいてありがたいんですけども、今回ねだんだん心惹かれていくをやらせていただいたんですけども、なんでねこのだんだん心惹かれていくをやらせていただいたかと言いますと、僕のね音楽仲間のショーチャングという男がいるんですよ。ショーチャングという男がね、この男は誰ぞという方はね、概要欄の方にインスタの URL がありますので、ちょっとクリックしてもらって、こんなやつかって感じでチェックしてもらったらいいかなというふうに思うんですけども、その音楽仲間、僕がね島で活動したり、ちょっと島の付近で活動してる時に、一緒に音楽をやっていた音楽仲間のショーチャングがね、今大阪に住んでて、僕のチャンネルに出ることがなかなか難しくなってしまってるんですけども、そのね音楽仲間のショーチャングが君が好きだと叫びたいのコラボを見た時に、このメンバー最高だわって言うて、でこのメンバーでアニソン固定で、だんだん心惹かれていくとかやってくれたらめちゃめちゃ嬉しいし、めちゃめちゃ感動するだろうなということで、リクエストというか、こんな感じで提案みたいな感じでちょっとポソッと僕に LINE かなコメントかなわからないですけど言ってきたことがあったんですよ。それを僕は覚えてまして、僕自身ドラゴンボールのだんだん心惹かれていくはめちゃめちゃ好きで、そしてこの、君が好きだと叫びたいの演奏力、もう綾子先生以下のね演奏力がもう果てしないので、この感じをねだんだん心惹かれていくでやってもらったらどんな感じに仕上がるんだろうと思いまして、もうねわがままを承知な上でお願いしましたよ。だんだん心惹かれていくをね、僕の音楽仲間のショーチャングという男がいるんですけども、そのコラボを見てみたいというふうに言われたので、ぜひやっていただきたいというのは、もう即答でしたね。即答でね OK してくださいました。本当にね綾子先生、そして綾子先生の旦那さん、そして今回は特別出演の大輝くん、本当にありがとうございます。そんな感じでね、もう会ったことがないのにね、このレベルでコラボさせていただくというのは、ね、僕の人生ではほんまにね、YouTube が始まってね、音楽の世界が広がりましたね。そんな感じでですね、本当にありがたいコラボだったんですけども、この動画でね、実はちょっと僕の中ではですけど、気づいた方はいらっしゃるか、気づいた方がいらっしゃらないかはちょっとわからないんですけども、試したことがありまして、この動画の中で試したことがね、オープニングのね、曲紹介をなくしたんですよ。僕の動画をいつもご覧いただいている方はちょっと分かるかと思うんですけども、僕はねいつもは、歌の前にこういう感じでやってます、それでは聴いてくださいどうぞみたいな感じで曲紹介を挟むんですけども、その曲紹介を今回なくしました。なんでかと言いますとね、 YouTube のねこうやったら伸びるぞ、こうやったらいいぞみたいな本を、読んだんですよ。その時に歌の動画だったら視聴者さんが見たいのは歌
ダラダラ話していてもすぐに視聴者さんは離れるみたいなことを書いてて、え、それもろに俺がしてしまってることやんと思いながら、ちょっと受け入れがたかったんですけどね。だって今まで僕が1年間とか1年半やってきたことですよ。その本をパッと読んで一緒に勉強しようと思ったら、もう全否定というか、まあ全否定ですよ、全否定されてる文が書いてあったので、うわ俺がやってることこれダメなやつやんと思いながら、あのショックでしたね本当に。ちょっとこう、まあ、今後こう勉強していく上で受け入れるのがちょっとショックだったんですけど、ただね、この本の著者は別に YouTube を伸ばす方法を皆さんに発信しているだけで、音楽の発信をしているわけではないんですよ。そしてかつ、そのあくまでこの著者さんの意見であって、これがね 100% 正解だということはないと思うんですよね。なのでそう思ってね、僕はこの意見をせっかく勉強しましたし、この著者さんの意見を半分取り入れてみようというふうに思いまして、まあ、それどういうことかと言いますと、まあ、ゲストを招いてね、ズームとかでこう話して、ね、ズームとかで話す場合は一緒にこうだべって曲紹介して、それでは聞いてくださいどうぞっていうふうにやるのが僕のチャンネルのスタンスだったんですけども、ただね、僕が一人で歌う場合とか、僕のオリジナル音源とかコラボをさせていただいているのにもかかわらず、僕が一人で曲紹介をするみたいなのやつをやめようと思いまして、それ何でかっていうとね、一緒にコラボさせていただいている方で僕が一人で曲紹介するのは、まあ、曲紹介だったりそのゲストさんを紹介するにあたってコラボしてくださった方を称えたくて、曲紹介そしてゲスト紹介をさせていただいてたんですよ。例えばライブとかあるじゃないですか、ライブの中でギターなんとかドラムなんとかっていう風に紹介するじゃないですか。まあ、あくまでねライブはみんなが作ってるものだって、その後ろで控えてるこう演奏者さんたちも紹介するのはもう僕は当たり前だなっていう風に思ったので、曲の前に紹介させていただきたいなという風に思ったんですけども、まあでもそれを見てね、正直ですよ、それを見て嬉しいのは僕とコラボされた相手で、何も知らない視聴者さんはそのコラボの前に僕が一生懸命一人でこんな感じでこんな人とコラボしました、それでは聞いてくださいどうぞって言っても、あへーぐらいで終わるし、なんなら場合によってはね、お前早く歌えよ、お前このチャンネルで何回も顔出してるからお前のこと知ってんだよみたいな感じで、もうひどい場合にはもう見るのやめたってなっちゃうかもしれないんですよ。せっかくねその歌の動画がめちゃめちゃいい動画が仕上がったとしても、その歌の動画に至るまでに視聴をやめてしまう可能性があると思うんですよね。なのでゲストさんを優先したいというか、ゲストさんを称えたくて僕は曲紹介、まあ一人でもね曲紹介とかゲストさん紹介をさせていただいてたんですけども、あくまでね視聴者さん目線、それゲストさん優先したいところでしたが、あくまでね YouTube、 それ見てもらう方がいての YouTube ですから、あくまでね視聴者さん目線で、視聴者さん優先で考えなきゃいけないなというふうに思いまして、まあ結局のところですよ、その視聴者さんが喜んでくれたら結果ゲストの方が喜んでくれたらってことですよね。見られる方がいっぱいいたら一緒に出演された方も、あ出てよかったとか一緒にやってよかったっていう風になると思うので、この順番をね考えるのも履き違えていたというか、ゲストさん優先にして、その後に視聴者さんがついてくるんではなくて、視聴者さんを優先した上でその結果がうわっと盛り上がったらゲストさんが喜ぶというこの順番をね履き違えていたなというふうに思いまして、そこをね今後ね改善していきたいなというふうに思った動画の1本目ですね。なのでこの曲にはもうねその曲紹介とか、ラーラララララララみたいなところの僕の大チャングミュージック TV のテーマソングも全部省いてるんですよ。まあそんな感じでまとめますと、まあ、今回ねだんだん心惹かれてコラボさせていただいたんですけども、僕の中でいろいろな挑戦がありましたね。なのでこれからはね僕だけが歌う曲だったりとか、僕が作ったオリジナル音源だとか、コラボさせていただいたけど僕一人で紹介するというのはもう一切やめて、コラボの相手が曲紹介の時に一緒に出演してくださる時だけ一緒にそれでは聞いてくださいどうぞみたいな感じでやりたいなというふうに思ってまして、それだったらねこう見てる方もあこの人とこの人が会ったことないけどコラボしてるんだっていうふうに分かると思うので、そこには意味があると思うんですけど、僕一人でねその紹介してもその時間の無駄というか早く歌えよってことになっちゃうので、まあ、今後はね僕一人で歌う動画、そして僕のオリジナル音源とか、そしてコラボさせていただくけど、曲紹介僕だけとかいうのは全部省いて、一緒にコラボさせていただくお相手が一緒に曲紹介に出演してくださる時だけ、曲紹介をねしていきたいなというふうに思っております。そんなこんなでね今回のコラボ動画はサクッと、3,4 分の動画にはなったんですけども、僕のね最近の過去10個の動画の中ではもう歴代トップのスピードでね再生回数が伸びるというね、もう僕の中で嬉しい結果になったので、この挑戦が結果になったことも嬉しいですし、コラボの動画がこうわっと盛り上がって再生数が増えるというのも、僕も嬉しく思った次第で、何ですか挑戦中ではありますけど、こんな感じでサクッと歌動画を歌だけみたいな感じでシンプルでやっていきたいと思っております。
まあ、結構ね3、4分の短くてちょっと寂しいかなとかふうに思っちゃったかもしれませんけども、曲紹介とかね、そのコラボさせていただいてお礼のね動画とかコラボさせていただくまでの経緯とかはね、こういうふうにラジオで別動画としてね上げたら全然問題ないというふうに思いますし、歌とかコラボについて歌の前に語られてもって感じで思うので、まあ、これはこれで本で勉強していい方向に自分の中で考えて動けたかなというふうに思いますね。まあ、そんな感じでね、僕のね直近10個の動画の中でもダントツで再生回数が伸びるという動画になったんですけども、見てくださった方、そしてねコメントやいいねをくださった方、そしてねインスタの方でも紹介させてもらったんですけど、インスタの方でもねいいねとコメントをくださった方、本当にありがとうございます。そして何よりねお忙しい中コラボしてくださった、彩子先生、そして旦那さん、そしてね、可愛らしい大輝くん、彩子先生一家ですね、本当に本当にありがとうございました。僕はねまだチャンネルが1500人ぐらいしかいませんけども、これがね2000、3000、4000とか1万とかいったら、このチャンネルで一緒に歌ってたんだよって感じで、大輝くんが学校とかで誇りながら話してる姿を想像しながら、今後もね継続して頑張っていきたいと思いますので、今後もね、末永くお付き合いよろしくお願いします。ということでね、また次回のコラボもねちょっと検討させていただいてたりするので、またね彩子先生一家とのコラボをぜひ楽しみにしていてください。ということで今回のラジオはね彩子先生一家とのコラボを終えて、そしてねこの動画の中で、ちょっと考えたことがあった、試したことがあったということで、ラジオを終わらせていただきたいと思います。それではまた次回のラジオでお会いしましょう。またね。